市場料理選手権。料理のできないグルメとして有名なお二人に集まっていただきましたが、はい、もう頭の中にはもう組み立てが終わってると思うんですよ。 あれとあれと組み合わせたら絶対うまいに違いないな、それで美味しいもの料理対決みたいなのやってもらおうかなと。取れたて新鮮なタケノコ煮て食べる。それにね、山椒の葉っぱを乗っける。あ、それ絶対うまいに違いない。煮て天ぷらにする。煮て天ぷらにする。さらに天ぷらをうまいに違いない。抹茶塩で食べる。あ、うまいに違いないです。翌日かき揚げにする。もう一回するんだ。かき揚げに。いやそれをご飯、ほかほかご飯に乗っけて。あ、うまいですね。めんつゆをかけて食べる。結構完成してきましたね。それをね、一人でテレビ見ながら食べる。テレビ消せばいいのに。鍵かけて。器を温めてからこう。ランチョンマット引いてあるの。はい。美味しいもんね、そんな回ないですけどね。ランチョンマットが引いてあるのだとか、そんな。手のたれで。かき揚げのね、はい。かき揚げ。その周りに麻婆豆腐。麻婆豆腐。麻婆豆腐は何入れてもうまいって。麻婆が入ってる。で、窓の外には、満月が見えてる。風流な感じでね。完成したかなと思ったやつは、チーズを乗っけて、220度で15分焼く。チーズが溶けて麻婆も。うまい。麻婆入ってるのなんかおかしくなってきますよ。麻婆は美味しいと思うんだよ。普通のゴールがないですね、本当に。